日本神奈川県横浜市横浜市の農業日本の農業横浜市の農業横浜市の農業。本校では横浜市における農業の歴史と現況について述べる。一般に港横浜のイメージのある横浜市であるが、郊外には大地上の畑や河川に沿った水田、住宅地の合間の市民農園などがあり、野菜や果実、柿、 畜産など多彩な農業生産が行われている。横浜市内には2016年現在、市内18区のうち西区を除く各区に合計3047ヘクタールの農地があり、これは地域の総面積の約7%を占める。2015年度の農林業センサスによると、市内の農家の個数は3451世帯。 農業就業人口は4482人である。2006年度の統計では、横浜市の農業産出額は約101億円である。その構成は、野菜62%、果実10%、豚7%、蠣6%、芋類、乳幼牛、角4%、その他7%で、野菜類の生産が大きな比重を占めている。 農耕文化が横浜市域に根付いたのは、弥生時代中期で、鶴見川流域に大規模な集落が形成されたと考えられている。河川沿いは水害、谷合の田は干ばつの影響を受けやすく、農業生産性は高くなかった。江戸時代初期には、吉田神殿を、はじめ大規模な神殿開発が行われた。1859年に横浜港が開港し、 外国人が居住を始めると自給自足的に西洋野菜の栽培を始めた。1862年にラザフォード・オールコックが表した大きみのとによると、エドワード・ローレーロがレタスや芽キャベツ、パセリなどの菜園を起こしたとある。1860年に神奈川奉行所はアメリカ麦を試作。1863年には末吉町でキャベツやセロリ、人参。 ラディッシュ、トマト、サヤエンドウ、イチゴの生産を始める。同じ年には、現在の中区山下町で、千葉県出身の前田富吉により、日本初の牛乳の生産販売が始まった。この頃よりネギ市村で、セロリやキャベツ、1866年頃より、小安周辺で、セロリの栽培が始まった。明治に入ると鶴見川、川、片平川流域を中心に、 養産業が発展した。明治末から大正にかけては、交通の発達により、鶴見区や神奈川区で農地の宅地への転用が見られた。昭和10年代には、磯国栗木で、カーネーションやスイートピーなど、夏季の温室栽培が行われていたが、横浜大空襲で消失した。笹々島かまりや道路の温室前のバス停留所名がその名残である。第二次世界大戦後は、 農地から住宅地や工業用地への転用が急速に進み、1950年には8665個あった専業農家は、1960年には4436個に半減した。市では農地保全のため山内、姿、日波町、瀬谷町、中和田を農業モデル地区に指定。翌年には、樹家、野場町、土田町、原宿、組沢を、 追加指定した。横浜市の農業生産の主力は、野菜類で、作付け面積は、農地面積の約7割、産出額ベースで62%を占める。2006年度の野菜の生産量は59,658トンで、収穫量の多い品目には、キャベツ12,900トン、大根6,590トン、ほうれん草4,200トン、トマト4 0 0トン、 小松菜3700トン、ジャガイモ2130トン、ナス1110トン、人参九百991トン、枝豆766トン、カリフラワー504トンなどがある。このうちほうれん草、小松菜、枝豆、カリフラワーは神奈川県内の市町村ごとの収穫量では1位。小松菜は日本全国の市町村ごとの生産量で1位となっている。キャベツは神奈川 キュウリは、とつ区、く、いずみく、つ小松菜は、つづき広北区、区、つか区、ほうれん草は、つづ区、人参んじんは、製薬での栽培が盛んである。果実生産量は1997トンで、日本梨1440トン、柿230トン、梅110トン、栗90トン、ぶどう64トンなどとなっている。このうち、日本なと栗は、 県内の市町村ごとの収穫量では1位である。市内の認定農家が生産した梨は、浜梨の地域ブランドで販売される。品種は、放水、香水、新水菓子である。主な産地は、緑区、青葉区、鈴木区、広北区、泉区、戸塚区で、栽培面積は70ヘクタール。市場に出回ることは稀で、多くが直売や宅配で販売される。 ブドウの品種は、富士見のる、ピオーネ、竜だから、暮れなイ伊豆が主で、主な産地は、広北区、続き区、緑区、戸塚区、泉区、江南区。栽培面積は12ヘクタールである。ブルーベリーやみかん、一軸の収穫体験ができる農園もある。横浜野菜の流通において、直売の比率が比較的高いことが特徴の一つである。 市内で生産される野菜のうち農産物直売所で販売されるものが約4割、市場を通すものが約5割である。横浜市環境創造局農業振興課の調査によると、横浜市内に友人の直売所が約900件、無人直売所や JA の共同直売所を含めると1000カ所を超える直売所がある。これには農業人口が高齢化し、 市場まで運ぶことが困難であること、生産者が自由に価格を決定できること、都市農業であり、生産地と消費地が近接していることが理由として挙げられる。横浜市内での米や小麦の生産は、野菜に比較すると盛んではない。市北部の鶴見川、温田川、南部の境川、カシオ川の流域が主な米の産地で、作付け面積は約166ヘクタール。 これは、市内の農地面積の約6%ほどである。品種は、絹リ、サトジ自慢、コシヒカリが主で、生産量は756トン。多くが自家消費されるが、一部は直売所で販売される。小麦は、青バクや保土ヶ谷区、浅比区、栃角で生産され、多くは自家消費されるが、青バクと保土ヶ谷区で生産されるうち一部は、棚うどん。 浜っ子うどんに加工され、JA より販売されている。2010年度の調査では、市内で乳牛、肉牛を飼育している農家24個、養豚農家12個、養鶏農家は10個ある。横浜産の豚肉は、学校給食で使い残した食材を飼料に使用しているのが特徴で、浜ポークのブランドで販売されている。神奈川県産の 肉質等級 A5A4B5B4 以上の牛肉は横浜ビーフのブランドで販売されている。横浜市内の横浜ビーフ生産農家は5個ある。横浜は日本の牛乳発祥の地であり、昭和40年代には落農家個数504個、使用頭数5100頭に上ったが、2015年度末には14、農場で約300頭が飼育されている。 とつかや製薬には、アイスクリーム工房やカフェが併設されている牧場がある。横浜では開港以来、夏季園芸や植木の生産も盛んである。パンジー、日日草は、栽培農家数、栽培面積とも、全国1位。シクラメンとペチュニアは、栽培農家数で、全国1位であった。神奈川区と金沢区には、生花の卸売市場が開設されている。 市内には2000年代初頭までは、横浜北、横浜南、横浜中央、小戸谷、鶴見、棚の6つの農業共同組合があった。このうち棚を除く5つの組合は2003年に合併し、横浜農業共同組合となる。2015年には JA 横浜と棚農業共同組合が合併した。JA 横浜では、館内で収穫された野菜等を、 はまっこのブランドで販売している。じけ、ふるさと村とつかくのまよふるさと村では、たけのこや、さつまいもの収穫体験や干し柿作りができ、併設の直売所では、野菜や、漬物、地元産の豚肉を使った、ハムソーセージや、生肉の販売を行う。青葉区のじ家ふるさと村では、味噌作りやそば打ちの講習会を開催している。棚に張り、 津岡の恵みの里でも米作り体験などのイベントを開催している。特定農地貸付法に基づいた区画菓子の市民農園は2016年3月末、現在215農園27.6ヘクタールが開設されている。この他、農家の栽培指導の元の産業体験ができる栽培収穫体験ファーム。 市民農園整備促進法に基づき JA 横浜が500区画運営する芝シーサイドファームなどがある。一人沢農業専用地区元石川町の桃畑、江北ニュータウン開発に伴う宅地と農地のゾーニング策として1969年に導入された横浜市独自の制度である。いずれも市外課長整区域内にあり、2015年までに28地区。 1071.0ヘクタールが指定されている。農業専用地区に指定されることにより、補助整備や、管外施設整備等の農業振興策を受けることができる。生産力地方に基づき市内で295.4ヘクタール、1686箇所12月5日、現在指定されている生産力地地区は、これとは別の制度である。市の農政に関する部署には、 横浜市環境創造局緑アップ推進部内に、農政推進課、農業振興課、北部農政事務所、南部農政事務所がある。上記の表の印は、北部農政事務所、印は、南部農政事務所の担当区域である。ありがとうございます。